2010年のオーストラリアグランプリは、ロードレース世界選手権の2010年シーズン第16戦として、10月15日から17日まで、オーストラリアのフィリップアイランドサーキットで開催された。3クラス中唯一ライダーズチャンピオンがまだ決まっていない 125cc クラス。予選では、ポイントリーダーのマルク・マルケスが4戦連続、シーズン11回目となる、ポールポジションを獲得した。日曜日の決勝レースでは、マルケスが一度もラップリーダーの座を譲ることなく、2位のポル・エスパルガロに 6.062 秒差、3位のニコラス・テロルに 11.576 秒差をつけ3連勝、シーズン9勝目を遂げた。ポイントランキング上でもマルケスがテロルに12ポイント差、エスパルガロに17ポイント差とギャップを広げることとなった。前戦マレーシア GP でトニ・エリアスの年間チャンピオンが決定済みのMoto2クラス。予選ではジルチームでチームソニックレーシングのシャシーを借る。アレックス・デ・アンジェリスが2007年の第8戦イギリス GP 以来となるポールポジションを獲得した。以下スコット・レディング、ステファン・ブラドル、マイク・ディメッリオがフロントローに並んだ。決勝レースはデ・アンジェリス、レディング、アンドレア・イアンノーネの3人によるトップ争いとなった。レース終盤にはデ・アンジェリスがスパートをかけて2番手のレディング以下を2秒以上離し、2006年の最終戦、バレンシア GP 以来となる自身 GP2 勝目、Moto2 クラス初優勝を遂げた。ポイントランキング3位のヤンノーネは3位、同2位のフリアニシモンは4位フィニッシュとなり、両者の差は2ポイントに詰まった。こちらも、前戦で、ホルヘ・ロレンソの年間チャンピオンが決定した、MotoGP クラス、鎖骨骨折で2レース欠場したランキング2位の、ダニュ・ペドロサは金曜、土曜のセッションに参加したものの、痛みが、残りペースが上がらず、今回も、決勝レースには出場しないこととなった。またリズラ鈴木のロリス・カピロッシも、予選セッションでの負傷により決勝欠場となった。そんな状況の中土曜日の予選セッションを制したのは、この日に25歳の誕生日を迎えた、ドゥカティのケイシー・ストーナーだった。2番グリッドには新王者ロレンソ、3番手にはレン・スピーズが続いた。日曜日の決勝でもストーナーが圧倒的な速さを見せ、独走でシーズン3勝目、4年連続となる地元 GP 制覇を果たした。2位にはロレンソ、3位にはニッキー・ヘイデンとのバトルを制したバレンティーノ・ロッシが入った。これで年間ランキング2位争いでは、欠場が続くペドロサに対し、ストーナーが23ポイント、ロッシが31ポイント差に近づいた。ありがとうございます。